京平 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、はい、こちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンです。で、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、初ナレーションを務めます、良平です。お願いします。本日は、ラガーズオープン戦、フライヤーズさんとの試合の予想をお届けいたします。先行はラガーズ、先頭は両平の大学の先輩である斉藤さんからになります。俊足コードはね、いいバッターなので、ぜひ塁に出てかき回してほしいです。初球に入り、次の球がファール、そして3球目、このボールは打った、これはライトにいい打球だが、わずかに切れてファール。斉藤さんは本当に足が速いので、塁に出たら嫌なバッター、ぜひ出てほしい。このボールは打った、走る走る走る、だがファーストゴロとなってしまいます。次は超攻撃的2番翔平が打席に入ります。最近草野球でもね、超攻撃的2番が増えてきましたが、こちらは三振。3番には兄弟揃って俊足、斉藤ブラザーが入ります。このボールはただ上げてしまって、ショートフライとなってしまいます。初回は3人で終わってしまいました。ラガーズの先発は今季初先発となります、ヒロトがマウンドに上がります。ラガーズじゃなくてもヒロトって初先発なんじゃないかな。フライヤーズさん、狭山市連盟一部なので、まあね、思いっきりどんどん強い球を投げ込んでほしいなと思います。胸を借りるつもりでね、まあ強豪相手にどんだけいいピッチングができるか注目です。そしてキャッチャーには久々に良平が入ります。はい、先頭はまず左バッターからになります。初回3人で切れば、この後ラガーズのね、いい攻撃につながると思うので、ヒロト頑張ってくれ。はい、このボールファーストゴロとなり、翔平さんが取って自分でファーストに入り、まずは先頭をしっかりと切ります。はい、続いての打者は打った、これはショート取って、難しい打球だがファースト投げてアウト。初回からね、ナイスプレーが出ています。いや、これは谷だ。立ち上がりのヒロトを守備でしっかりと盛り立てています。ツーアウトだって、これは大ピッチャーゴロとなり、ヒロトゆっくりとファーストに投げて、初回3人で切ります。2回の攻撃、4番の柳中くんからとなります。いや、バッティングですごいいいもの持っていますが、こちらはセカンドゴロとなってしまいます。続いて5番は岡崎さん。岡崎さんもね、広角に打ち分けられることができるバッターなのですが、この打球はピッチャーゴロとなってしまいます。いや、相手の左ピッチャー、いいピッチャーですよね。続いては6番ヒロト、自らを援護できるか。これはフラフラーっと上がった打球だが、ライトの前に落ちる。しぶとくね、執念で落としたようなヒットになります。はい、7番谷田も続くことができるのか。はい、ヒロト走る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 、はい、セーフー。ピッチャーでも走るヒロト、いや、いいね、若いね。その後パスボール回り、ランナー三塁、谷田打った、走る走る、いけ、どうだどうだ、ファーストはーセーフだー。谷田もね、少年野球からの中なんですけれども、当時から足が速かった。いやー、ナイスダッシュ。そして両平続けるかと思ったんだけれども、これはいきなりクイックになって全く手が出ず、ただ1点は取りました。はい、先制後の重要なイニング、ヒロトどうか。おっと、これは1球もストライクが入らずにフォアボールとなってしまいます。はい、続いてのバッターは打った、これは綺麗に弾き返されてしまい、センター前。いや、いいバッティングですね。ただこれでノーアウト1、2塁のピンチに。さあ、ヒロト、ここをどう抑えるか。これは3塁線、うわ、抜けた、綺麗に3塁線綺麗に抜けてしまい、レフト取ってホーム投げるも、中継プレーうまくいかず、1点を返されてしまいます。なおもノーアウト1、2塁のピンチ。ヒロト、これ以上の失点はなるべく避けたいところだが、これはフォアボールとなってしまいます。明らかなボール、ちょっともったいないフォアボールですね。ノーアウト満塁の大ピンチ。さあ、どうする、これは、うい、うい、縦に大きく割れるカーブで、まずはワンアウトを取ります。はい、続いてのバッター、これは
レフト前に落ちちゃうのか、落ちてしまった。三塁ランナーがゆっくりと帰ってきて1点を勝ち越されてしまいます。いやバッターもね、詰まった打球ではあったんですけども、逆らわずっていうのでしっかりと落ちたのかなと思います。はい、続いてのバッター、これはインフィールドフライで2アウトとなります。2アウト取って、はい、カーブで振り逃げ成立場面のため両平がホームを踏んで3アウト。ただしこの回逆転を許してしまいます。3回の攻撃、9番神田さん、キャプテンです。打った、これは面白い打球だぞ。神田さん走れ走れ走れ、ただショートがうまい、アウトとなります。練習試合のため10番以降も打線が続きます。10番松井くん、レフトに綺麗なヒット。いや本当にね、バッティングセンスが素晴らしい。続いて11番にまた学生組の松本くん、これで松井くんがスタートしてセカンド盗塁成功、チャンスとなります。ここで松本くん返すことができるのか。これはフォアボールとなり、さらにキャッチャーがこぼしている間にセカンドランナーの松井くんは三塁へ。ランナーをさらに進めて、ここでバッター12番の滝くん、あーこれはいいボールですね。ピッチャーのいいボールで三振となってしまい、先頭に帰り、ここで斉藤さん、うわ痛い、うわー肘、これハニーボーン当たってますね。いや痛い。はい、大チャンスで翔平に回ってきて、でも出が高いバウンド、ショート前に出てきてファースト投げるか、これはファーストセーフ、内野安打となり同点となります。なおも満塁で打席にはブラザー、これはライトに抜けたー。三塁ランナーホームイン、そしてセカンドランナーも回ってくる。これで2点勝ち越しになります。翔平は一気に三塁へ。ただここで、これはファーストがアウトとなります。ただね、これで2点、ヒロトに援護点が与えられました。このリードを守り抜いてほしいです。ただ先頭またフォアボールとなってしまいます。ちょっとこれはいただけないですよね。続くバッターは、はい、サードに打ってファースト投げるが、これが勝番となり翔平さん取れず、送球ミスでバッターランナーもセーフ、そしてランナーも三塁に行ってしまい、この打球もサードに転がり、いやホームに投げず、ファースト、そしてファーストの送球もそれて1点が返されてしまいます。いやもったいないですよね。1個取れたところではあったので。続いての打者はショートに打って、これはゲッツーか、おーおーおーおおおお、松井ナイスカバーです。これはやっぱそういうところのセンスがいいですよね。ワンアウト取って、これは右中間に打球が飛んでしまいます。三塁ランナーがゆっくりとホームイン、いやこれで同点に追いつかれてしまいます。守備のミスもあるのでね、ヒロトを攻めることはできないんですが、このバッターにデッドボールを与えてしまい、再び満塁となってしまいます。これヒロトね、僕も人のこと言えないんですけども、体が開いてるんですよね。ここでヒロトはお役御免となり、バッテリーを入れ替えて両平がマウンドに上がります。同点でワンアウト満塁、非常にスリリングの場面ですが、まず初球がまっすぐでストライクを取ります。2エンド2となって、うわースロースライダー決まったと思ったんですけど、これはファールとなります。カウント3、2となり、続く球は、はい、おいしょ、おりゃー、これはインコースへのね、動く球、ムービング系のボールで三振を取ります。続いてのバッターも追い込んでから、外のスライダーで、よいしょ、三振となり、ワンアウト満塁のピンチをしのぎます。次回翔平もマウンドに上がります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。